張りどころな気がしてきたな。最後5期だと思いました。モダン人間いよいよ始まる。お前か。さあ開幕、両者はどう動くか。玉で様子を見るか。中だ。さあ出し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤー1、体力的には優勢。さすが近い。チャンスにダメージを与えていく。次はどの引き出しを開けるか。ここは飛び道具を牽制、圧力をかけていく。この距離は玉打ちで牽制していくか。圧倒的な試合展開となった。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。先ほどの動きをこのラウンドどうやるか。ダウンラリアットから飛び道具でペースを変えていく。ボタミドル、うわぁ、待った、届かねえんだな。よし。あいち、これ取りたいんだけどね。取れる距離まで歩いて、ちゃんと。ああ。すべてを出し切ることはできるか。じっくりと立ち回る中でどこから仕掛けていくか。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。中央で石がぶつかり合う。クリア1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。さあここから投げる。ここで SA ゲージが溜まった。準備は整った。ここはどう出る。クリア1、ドライブゲージはわずかだぞ。いや、どうするこれ。さすがにうん、強くなれ。これがファーストラウンド、両者何を思うか。投げの選択肢を見せていく。ここで球を打つ。この試合を作っていった重要な立ち上がり。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。ずうずうしく投げに来た。さあ、ダウンから。まあ、飛んでくる。うわぁ、防ぐ。さあ、弾をさばいて。危ない。プレイヤー2、さあ、落ちて KO。 プレイヤー2、まずは流れを作った。SFL、どのキャラで。このまま倒しきれるか。もう検討中よ。みんな検討中だから。決まってないから、なかなか。うわぁ、マリーが炸裂。一息つけるか。プレイヤー2、ドライブラッシュで前に出る。前編バウケいいね。球こぼれなければ超苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。投げる。プレイヤー1、起死回生のドライブ。確かにバウケだな、あそこ。プレイヤー2、見事な勝利。この調子であそこで取ったら大丈夫かな。あとね、引き台形重ねんだったらリバーでいいんだよな。リバリバ、いよいよ始まる。毎中継。ドライブラッシュを使えば攻めを継続することができる。お互いに被弾は少ない状況。さあ、ラウンドはまだ序盤。弾で様子を見るか。困るね。読み勝っていく。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。うわぁ。見事な大ダメージ。めっちゃ有利だったのに。もバックステ、バックステ。さあ、中段はしっかりガード。そしてプレイヤー1、投手を変える。ジャストパリーは雑魚する。仕切り直す。お強いよな。ハイクキッチ。さあ、パリーも見せながらプレッシャーをかけながら、触れば終わる状況。体力差はある。読み合った。あとここでスクリュー、叩き切る。よし。そして
本気なんじゃい、こっちは。流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。このラウンドが勝負となるか。はあ、 TC を使ったコンボルート、足にゲージを回していく。マジか。投げを使ってガードを崩す。打撃はパリ。地上の間合い線は技の程度、ジャンプをどう意識させるか。球を打つ。100機から返しからの、なるほどね。ここからの押し引きで試合は大きく動く。ラッシュ選択。うわ、困れ。ライターツはチャンスは逃さない。確かに、いいか。ワンチャンス作って、投げは抜けている。ダブルラリアントから中足がヒット。ここで、なるほど。さあ次はマイナーカゴのスクリーヘルサブ。いや、スクリーでいいと思う、多分。100機からバックステップ、付き合わない選択。両者まだ被弾はない。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングで、もうここで画面台無しじゃん。うわ、全然見たかった、ごめん。全然見たかった。確実に落とされた台無し。この距離は危ない。さあこのダブルラインから始まるか。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況だ。体力状況は不幸分。この間合いどう進める。強烈な一撃、ダイナマイトパンチ。針穴を探す。繋いできた。たまによる揺さぶり。ここでバーンアウト。どうなる。どうにでもなる大逆さ。逆転のアウトドライブラッシュから、うわあ、何が崩る。時間は残り20秒。どうした、上を見た。これはね、壮絶だったな。なんだっけな、壮絶だった今の。なんか振り返ろうと思ったんだけど、壮絶すぎてマジでわからなかった。